ピンポンパンポーン。これはコンボイたちが地球に落下する直前に宇宙船から地球の周回軌道上に放った救命ポットである。ニシシシオットの落下ポイント確認したスメガトロン様、よくやったぞタラちゃん。よし、早速回収しに向かうぞ。一方、サイバトロン基地でも。コンボイ、また周回軌道上から救命ポットが落下したんだな。よし、一つたりともデストロンに渡すわけにはいかん。なんとしても奴らを救命ポットに近づけさせないようにせねば。ああ、その通り。一人も仲間を失いたくないからな。タイガトロンにも応援を要請しよう。ぜひそうだ。おう。そして。でサイバトロンよりも早く見つけてしまったではないか。かあ、あいつらいつも一つ一つの行動が遅すぎるんざんす。おら、メガトロン様、早速サイバトロンの奴らが来上がりましたぜ。おお、ほんとか。一足遅かったか。だが、なんとしてもあれをデストロの手から奪い返すぞ。全員変身だ。おお、こんちゃん、ビーストワーズごっこして遊ぶの？じゃあ俺メガトロンの役で。メガトロン変身。みんな一斉射撃だ。おお、ダメ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 、撃ち返し撃ち返し。やられた。おお、エリオノレか。今はサイバトロンの方が数が多いのか。だがむっちゃんこ強い俺様にはそんなこと関係ないぜ。くらえ魚ー。うわっわっ、チンアナゴー。うわっうわっ、今のうちだタラちゃん。そのポットを基地まで運べ。了解したスメガトロン様、ビーストモード。ささ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 さ、しまった、救命ポットが。ああ、よし、デストロンども全員退却。くそ、ポットが奴らに奪われてしまった。でも追いかけるのは無理なんだな。早くビーストモードに戻って再生カプセルに入らないと。ああ、そうだな、全員引き上げだ。一方、救命ポットを持ち帰ったデストロン軍団は、今タランスが救命ポットの中のプロトフォームをデストロンにプログラミングしている。もうすぐ我らの新しい仲間の誕生だ。でででで、もうワスピーターは新人ボットより先輩、ワスピーターにも後輩ができる。ブー、完成したスメガトロン様、新しいデストロン兵士が。よくやったぞタラちゃん。では早速見せてみろ。紹介するっす、我らが新しい仲間、ブラックウィドウっす。ブラックウィドウ変身。シャー。ああ、オラオラか。おお、なんて見事なスレンダーボディで。違う、なんで変形モードが雲なんだよ。おめえと被ってんじゃねえか。まさか貴様、自分の部下を増やそうとしていたな。そんなことないっすよメガトロン様。あたちと同じ雲ロボットが2体いることによって隠密活動ができる兵士がもう一人増えたんすよ。ワスピーターとテラザウラーが空中戦力コンビなら、あたちとブラックウィドウタンは隠密活動コンビっす。ねえ、なんかいまいちしっくりこないが、まあそういうことにしておいてやるか。ではブラックウィドウよ、ひとつ貴様の実力を小手調べとさせてもらおう。奴らの船に潜入し、メインコンピューターに記されているこの星のエネルギーに関する情報をすべて盗んでくるのだ。お前がサイバトロンと戦う様子はスコルポスのサイバービーから送られてきた映像で常に俺様が監視している。俺様をがっかりさせるなよクモ姉ちゃん。わかったわメガトロン。ま、せいぜい高みの見物をじっくりと楽しんでちょうだい。その頃、サイバトロン基地では、うわ、おかえりコンボイ、気分はどうだい？戦いのダメージは回復したが。うん、デストロンに盗まれた救命ポットのことだね。今頃ポットにいた仲間は洗脳されデストロン兵士に改造されていることだろう。かわいそうに。
新たなるデストロンがどんなやつかわからない以上、油断はできない。十分に警戒するんだ。だな、わかったじゃん。念のため、この基地周辺のガードを固めておいた方がいいな。私とチータスで見回りに行ってくる。防御シールドは常に作動させておくんだ。わかったんだな、コンボイ。気をつけて。デネット。バカね。今さら防御シールドを作動させたってもう遅いっしょ。私はもう基地の中に入ってるんだから。おっといけない。さっきの戦いで僕のガトリングの弾が切れかかってるとこだったんだな。忘れないうちに補充しておかないと、デストロンとの戦いになった時大変なんだな。指令室は誰もいなくなったみたいね。しゃブラックウィドウ変身。さて、この星のエネルギーに関するデータはどこかしら。データがごちゃごちゃしててわからないわ。同じ再生カプセルに入ったせいでてめえのドブの匂いがついちまった。センサーがいかれちまう。なんだと？再生ポットは一つしかないんだから仕方ないじゃねえか、このダダ恐竜。なんだと、このドブネズミを。誰だおめえは。しゃサイバトロンどもめ、まだ基地に残っていたのね。誰だお前、見たことないやつだな。私はブラックウィドウ。救命ポットの中に入っていたプロトフォームから生まれた新しいデストロンっしゃ。いいってことはお前が。じゃあ挨拶をしようじゃねえか。別れの挨拶をな。変身。今すぐ死んでもらう。いいわよ。相手になってあげるっしゃ。ガーしゃ。ああ、くそ、この狭いスペースの中を、チョコバカと、うぜえやつだ。あんたの頭体がでかすぎるから悪いのよ、この足くさ男。だかかサイバトロンなんて口ほどにもないわね。ん？さっきのドブネズミはどこかしら。おいらはこっちだよ、クモネちゃん。ラトル、変身。バカな、音もなく私の背後に来るなんて。へっ、ネズミの素早い動きを舐めるんじゃないぞ、くらえ撃て。オイラの仲間に手を出した罰だよ、クモ姉ちゃん。おとなしく牢屋に入ってもらうぜ。私ももはやこれまでみたいね。ところがである。うわぁ、あれはスコルパスのドローン。今日のところは引き上げてあげるけど、この次は覚悟なさい、サイバトロンども。しゃー、くそ、逃げられちゃった。そして、ごめんよコンボイ、基地に侵入したデストロンを取り逃がしちゃった。いや、お前たちが無事でいてくれて何よりだ。しかし、タランスと同じ雲型のデストロンだな。ああ、いついかなる場合でも油断はできないぞ。その頃、デストロン軍団の基地では、データは結局持ち帰れなかったようだな、クモ姉ちゃん。だが、サイバトロンの基地に潜入して生きて帰ってきたことだけは褒めてやろう。これからもデストロンのためにいっぱい働いてもらうからね。わかったわ、メガトロン。いずれは私がデストロンのリーダーになってやるっしょ。デストロンに新たに加わった諜報工作兵ブラックウィドウ。果たして彼女は今後サイバトロンにどのような攻撃を仕掛けてくるのだろうか。最後まで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。